エルカイカメルマ、こんにちは。一般社団法人開花 GP の村松大介です。本日はですね、この人目が気になるという方ですね。こう、私自身がかつてめっちゃそうでですね、で、外に出れない、こう、夜桜に行けないとか、それでなんでこう、元に戻れたかな。 でその人目,人目を気にしていた時の原因って何かな、自分発信って何かなっていうところを探ってみたんですね。そこで気づいて、ああ、こういうことかとで。自分発信の周波数が何、何ヘルツだからどういうことが起こってで、それをどう変えたらどう戻ったかというところの話に入りたいと思います。でこのところを聞いていただければ、ですね皆さんが自分本来の道をどんどん,どん,どんこう歩めるようになりますし、周りの方々との関係も本当にこう,うまくいくかなと思います。では画面の共有に入ります。ほい こちらですね。人目が気になってですね、この自分の人生を歩めないという方へですね、この人目が気になる周りから何かを見られていると。奥さんとか家族とかですね、えー、お客さんとか社員さんとかから何かこう気になるという周波数を感じるということは、それと同じ周波数で呼び合っている自分が何かを出していますよと。何を出してるんだろうと。 言ったら周りを気にする周波数ですね。周りからどう見られてるかなと。で、この周りを気にする周波数が何かというとですね、この周りを気にする周波数。人目が気になるっていうのは、自分が同じ周波数を飛ばしています。これ、私自身の気づきですよ。私自身がかつてこうだったから、どうだったというところです。周りから来る波が気になる。だから周りからの波が気になる。私が周りを気にしているっていうのは何を気にしているかっていうとですね、 こういういこことだったんですねこのやりがちな気にするヘルツが周りの人に対して社長のくせにとかお父さんのくせにとかお母さんのくせにとか奥さんなのにとか逆にこの奥さんがね旦那さんに対して男のくせにとかっていう風にこの人を役割上で見てですねその人本質を見ずに立場を見てで立場がこうある 理想があってそれに対してそれに型にはめてそれからずれてると社長のくせにそんなんでいいのとか親のくせにそれでいいのとかっていうふうにです、ね、奥さんなのにそれでいいのというふうに気にしてたんですよ。で気にしているから自分も周りからどう見られてるかなと。 まあ私自身かつては社長のせがれという場所にいて、でまあ、製造業のですね、このまあ GL グループリーダーでいてですね、でじゃあその自分が社長のせがれのくせにみたいなのをすごくこう気にしてたんですね、っていうところだったということです。 なので、人目が気になるっていうのは何かというと、自分が同じ周波数飛ばしてますよ、周りの周波数が気になりますよ。それが、社長の薬、親のくせにだから、それが自分も周りからその周波数をもらってますよということなんですね。じゃあ、どうすればいいかと言ったらですね、この気にならなくなる、で、周りとの関係がすごくこう居心地いい状態、これは私自身がこう,こう変えたら、本当にこう今、ありがたい状態なんですが、周りの人に対して、 どうしているかというと、そもそも相手は人間ですよと。人間からいろいろあります、生い立ちがいろいろありますで、小学校の時こうだったかもしれない、中学校の時こうだったかもしれない、いろんな生い立ちがあるで、そもそも赤ちゃんの時にこにみんな赤ちゃんでしたと。でその中でいろいろ成長過程があって、中学、高校でいろいろあってでで、ね、20代、30代でいろいろあって、その人がお父さん役をやってくれてるとか、社長さん役を,をやってくれてるとか、奥さん役をやってくれてると。 いう観点で今の自分の社長がいる、お父さん,おさんがいる、お母さんがいる、奥さんがいる、旦那さんがいるというふうに見ていただく。そうすると、<coughs> 皆さんも自分自身も周りからあなたもそもそも人間だからいろいろあるよね、あったよねというまな雑しで見てもらえるので、そうすると、この肩書きを外して本当にこう居心地がいい状態になります。だから、これ、自分が、ね、この移動するとか、 家族を変えるとかそういうことをしなくても自分の周波数が変わったら同じ職場でも同じ家族でも帰ってくる波が変わります。なぜならば全部素粒子で感情も素粒子で周波数で呼び合っているのでこれは「ド」と「ド」の音が呼び合うみたいにですね本当にこう周波数 波で呼び合っています。これは理科なので、この自分の周波数が変われば相手の周波数も変わるっていうのは本当に理科です。科学なので、えー、そのところですね、そうした方がいいよというよりも、そういう仕組みになっています。自然法則です。なので、まとめるとですね、はい、人目が気になってしまうというのは、自分が親のくせに、 とか、社長のくせにっていうふうに、人をですね、この批判的に、奥さんのくせに、旦那さんのくせにというふうに批判的に見てると、その周波数で世界を作って、自分も周りから、ね、お父さんのくせにとか、お母さんのくせに、ママのくせにっていうふうに見られてしまっているという,ふうにことが気になる。じゃあ、どうすればいいかというとですね、親以前にそもそも人間ですよと、旦那さん以前にそもそも人間ですよと、社長さん以前にそもそも人間だったんだなという周波数が出たとき、 周りからの波が本当にこう柔らかくなって、周りからの波が気にならなくなって、自分の人生を全うしていくことができます。そうやって皆さんがですね、ぜひ自分自身の人生をますますこう謳歌していっていただければと思います。周りを気にするから、周りから気にされるで、えー、そういう波が返ってくるので,で、自分自身がこの周りに対しても、また自分自身に対しても、ですねそもそも人間だと、その中で、 え、役割がそれぞれあるけれども、役割が自分のそのままイコールではなくてですね、そもそも自分ありきだということですね。そういうふうに捉えていっていただければと思います。関連動画ですね、こちらにつけさせていただきます。で、エネルギーを動かしたい方は、こちらにつけさせていただきます。よかったらチャンネル登録はこちらとなっております。では、今日も最高素敵な一日を過ごしましょう。さよなら。